はい、皆さんこんにちは、ターザンのオズノです。そして宮坂です。どうも、宮坂です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで今日は弾いててよかったみなけらー、やったーやったー、全部全部全部、はい、よっしゃー、来ましたー、本番、本番。まあまあ前回ちょっとね、まあ弾かなくてもよかったみたいな、ありましたけども、ね、団長の思い、うわ、もうほんとそんなキャラいない、団長した、そう、いやもうほんと言われたら殺すぞって言われたように言っただけなんで、ね、まあないんですけど、こっちがメインですよ、やっぱりね、それは、うん、ということで、まあやっぱ弾いててよかったなっていうやつを今日は上げていこうかなと思いますけども、うん、はい、はい、じゃあ早速いきますか。じゃあもう早速、はい、当たり前だろうってやついきます、はい、開幕ナイトメア、イエーイ。結構最近、最近だね。ツイン引いてよかった。最強。おお、どっちも最強。はいはいはい。はい、まずこの性能にやっぱルナバフ持たせるっていうか、まあルナがおかしいんですけどね。うん。まあやっぱおかしい。すごい。凄まじい。友情も強いし。だからさ、結局ルナバフって結局さ、50% 割合なんですよこれ。実質倍。そう、結構2倍だから相手の HP が半分になってるようなものなんですよ。そういうことですよね。ああ、最強です。豆で全部死にます。で、こっちもヤバかったっす、結果。優勝強すぎるし、なんか火力が、え、お前そんな強いって書いてあったっけみたいな火力出る。ああ、本当に。いやショットスキルマレじゃねえしね、大体大体スピードアップでも期待しすぎるとアップしてんで、ね、まあでもワンショットに1、2回はてか2回ぐらいは絶対発送してる感じしますね。うん、うん、な感じで、めちゃくちゃ強いキャラで、今後もたくさんお世話になると思います。お、はい、まず当たり前のところ、どうぞ。ルシファー、ルシファー冗談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 、はい、じゃあちょっと当たり前すぎるのはちょっと発想かなと思う。ちょっと多くなっちゃうからね。そう、多くなっちゃうから、それなのマジでちょっとキリがないんで、俺結構その期間限定にちょっと絞ってきました。はい、アリスアルファ。おお、アリスシンセシス30アルファ。そう、アリスシンセシス30アルファ。はいはい、まあアジテートでもまだ全然もう使ってるレベルだし、うんうんうん、さっき言ったナイトメアが出たとはいえね、うん、うん、まあでもこいつ本当に持っといてよかった。じゃないとアジテート多分結構クリアできないね。えもうナイトメア出るから大変だったし、うん、すごくこいつは持っててよかったなと思います。殴り強いし、やっぱ割合がね全体の、うんうん、で近くになるなればなるほど割合数上がっていくっていうね、変わった仕様ですけど、うん、うん、こいつはやっぱり当初思った通りもらえばなんかうん、ぶっ飛んでる、うん、ぶっ飛んでるいいキャラでしたね、うん、こいつ引けてよかったっす、個人的には。はい、その当時よりもなんか今の方が思うよね。そう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 いうキャラだよね。そう、マジでこいつはいいキャラ、うん、ね、当時はマガツヒとかね、それぐらいしかなかったけどね、うんうん、まあ、期待以上な活躍してくれた。はい、なんなら殴り感に関してはキラーだったらもっと強いからね。ね、ほんといいキャラっすよ。キラーなくてもう下2つのキラー使わずにこれだからね。そう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 、ね、超アップとマイと、まあ、アポジ、うん、うん、ほんとすごいな、こいつ。はい、ナイスナイスです、はい、アリスよかった、持ってて。じゃあ、どれからいこうかな。はい、じゃあ、なんかちょっと地味めなやつからいこう。地味めなやつ、地味めなやつはですね、マモンですね、私。ほぉ、マモン、なんかさ、マモン、ね、ママなんか、なんかわかんないけどさ、これ好かれてるな、こいつって。確かにね、デビパンもあるし、なんかちょいちょい使わせてくれるんだよな。うん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 、でなんかまあちょっと前、ちょっと結構昔だけど、まあ、控えで使えた時もあったし、なんか今だったらあのまあ未開で使えるんですよ、この人。いや、未開の最新回っすね。そう、これなかったら俺もう無理だったなって思う。確かに、うん、あそこ結構コラボキャラとかね、そう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 、多くなっちゃってるんで、うんですけど、まあ、貴重枠っすね、かなり。そう、マモンの、まあ、SS もいいしね、やっぱり SS の名前めっちゃかっこよくなってんじゃんオールデリート、オールデリート。でも結局マモニズムシステム、マモニズムシステムの中は変わりない、うん、はい、まあ、なんですけど、やっぱこいつはなんかやっぱ なんでしょうね、なんかやっぱそのきついところに刺さってくれるなっていうところで、本当に楽なキャラ
確かに空間もやっぱりいいし、うんうん、2回来てくれてよかったねこのライン。そうそうそう、じゃないとちょっとどうなのって なってたから、うん、なんですけど役立ってんじゃない。もう来月使うのかな。いやそうだね、来月57っすか。はい、じゃあ来月使うのって、あとなんかマモンとなんだっけ、え、伏黒っす。あ、伏黒か。伏黒マジ強いっす。あ、そうそうそう、伏黒と、あとは、うん、あのロイドアルバとか、はいはいはい、めちゃ強かったりとか、ね、その辺持ってない人にとってはかなり救世主的なキャラになると思うんで、そう、スニ重力持ってないとダメなんですよね、うんうんうん、なのでスニも重力持ってて、なんか原則でしたっけ、確か、うんうん、マイン原則か、そう持ってないといけないんで、結構意外と狭いんですよ、ね、うん、そうだからそこにハマってくれる。そうニーチェとかゲージ重力とか使えなかったりとか、はい、なんかサマのなんかあのパネル使うやつなんで、うんうんうん、そうね、はい、なんかそうランチャーパネル、そうすいません、ちょっとね未開は分からない人もいると思うんですすいません未開ね10パーだから、はい、ちょいちょい使わせてくれるなっていうことで持っててよかったし、まあ、痒いところに手届いてますね。はい、キャラですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、早速ね、私は、はい、レムアルファ。ああ、でも確かにそう、うん、いや最初はさ、いやもう潰されてるねみたいな感じで、うん、ちょっとなんかあの不遇だったと思うんですよね、その試練7適正みたいな感じで出てきて、うん、最近暴れてると、うん、なんか最近だとその俺まだそこまで行ってないですけど、光の EX でめっちゃ強いって聞いたし、うんうん、デドリアス、はい、あとはその未開の54かな、あれはでもめちゃくちゃ強いです。154強いです、ね、うん、転送壁、ダビオ転送、やっぱこのね、この直殴りのワンパン系の SS ってやっぱエグいんだな、うん、それ持ってるだけでやっぱ価値あるなっていう。なんかね、こいつがイカれてるなんかでもなんか、うん、直殴りワンパン界の中でもこいつがイカれてるね、うん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 、プラス割合も持ってて、そうですね、なんかハイブリッド系で、でも直殴りの部分もかなりダメージ出るんで、直殴りに全つもしつつもなんか 20% ぐらいの割合するでしょ、うんうんうん、単体にありえないのよ、なんか今のコラボキャラじゃん、はい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 、直殴りでこんだけ振ってたら割合は まずつきませんが普通だし、うんうんうん、ついててもなんかマジで 10% とか、うん、そのぐらいなのにこいつ 20% もらっ てさらになんかめっちゃ殴る、めっちゃ殴ってまあ爆力みたいな感じだから、うん、だけどあの弱点必中じゃないんで、ちょっとステージによっちゃ狙わなきゃいけないのかな、うんうんうん、そうですね、いや俺もレムアルファあげようと思ってさ、いやこれは ねこうじわ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 というか、やっぱその最初微妙だったんですよね、レムアルファ本当に、うん、うん、やっぱいけるところがね、その未開じゃないや試練7だったから、うん、まあ、強かったけどね、うん、そう、あと通常のレムと同じだから飽きてたっていうのもあるね、ヤクモでよくねってなってたところがやっぱヤクモできないことをやってくれるから、うん、ありがとうレムアルファ。レムアルファ、あーそうそうだよ、割合 20% だもんね、はい、やばいよねこいつ 20% もらってて、また岡田、はい、直殴りだって全部合計したらだって30倍オーバーだよ、うん、今だと意味わからん、分からんすね、だって今だって10何パーとかだよ、まあ、直殴りだけでも、うん、いかれてんじゃん、10何倍で強いなってなるからね普通に、うん、まあ、好きな人も多いそうっすね、うん、うん、取られちゃったな言おうと思ったやつ、うん、じゃあいやもう次よ、パスあ、一旦一旦考えるわありすぎて、うん、いや俺もあるわよと思ってたマジで、あじゃあ俺はまあそうですね、まあこれもまあ当たり前かな系かなって感じするけど、うん、やっぱ五条悟ですね、おお、はい、まあ五条悟もまあ出た当時もね相当使わせてくれましたけども、うん、まあ今はやっぱりねまたフォーサーで使えるということで非常に強い、最強なんだなっていう感じますね。やっぱなんやかんやでさ、そのランキングトップ1とか2とかにいうクエスト多いじゃないですか、五条悟が、うんうん、多いっすね、一旦連れてってみること多いっすね、うん、で普通にやっぱめっちゃ強いんですよね、そうだね、うん、でね、なんかと、うん、グロスフィア結局強くないですか、いや結局ね、だからそれもあるんでしょ、うん、って思うんだよね、そう、まあ、SS とかにやっぱりね、気がちだけど、なんかなんやかんやグロスフィア結局やれる、うん、うん、まだ戦える友情っていうグロスフィアな、あるんだよな、俺アンチなんだよ
だから結局やっぱやるときは、まあ、最低限以上というか、うんうん、そうだね、まあその辺のなんか友情を作るよりは全然強いかなとは思うけどね、うん、結構強いと思った、うん、はい、ということでご乗車するお世話になってます。はい、まあ、さっきも 出ましたけど名前伏黒恵。ああ、はい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 、強い、うん、未開で、はい、なんかやっぱ第二のガビ割れになろうとしてる未開でもいろんなうん、まあ、あとはやっぱこのエナサは結局友情としてやっぱめっちゃ強くて、なんだろうな、普通のなんだろう、最近控えとかでも使いましたし、あ、控えでも確かにもういけるね、うんうんうん、やっぱ結構やっぱポテンシャルあるなと思って、貴族生の中でも結構率先して連れて行きたくなるキャラクターですね。うん、やっぱ控えのどこだったっけかな、どこだったっけね、あの普通にあの2の水のやつだわ、多分名前忘れたけど、あいつね、うん、あ、マイン重力のとこだ、そう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 、俺八重でやったな、まあ、あそこでも、そうですね、うん、伏黒強いね、マインで殴れたら、うん、確かに、あそこもね、地雷いっぱいあるんでね、実質超ワビみたいな、ね、感じになれるので、やっぱまあ、超ワビも2つもらっててパワーオーラでっていう感じで、結構やっぱこの第2弾呪術廻戦第2弾はちょっと結構不作気味だった中でかなり抜けてるな、うん、と思いました。はい、はい、どうぞ。はい、比較的最近になるんですけど、アルビアルファ。おお、なるほどね。うん、まあこいつ持っててよかったなっていう感じです。強いね、確かに。うん、もうこいつでやっぱホーサーがやっぱ団地で楽になってるんで、うん、こんな強いと思わなかったわ俺。なんかね、うん、なんかボスにもうちょい火力出ないんじゃないかとかね、うん、あったけど、自強化はやっぱなんやかんや強いね、これ。あの集めるだけじゃなくてちゃんと自強化の部分も優秀だから、ボスもちゃんと殴れるし、うん、うん、まあやっぱ貴重なやっぱスピードアップ枠を埋めてくれたっつうのはでかいんじゃないですか。うん、まあ、アルビア引いてよかったわ、ほんと。タンチャイルも偉いね。タンチャイルいいっすね。なんか仕様もいいっすよね、集めるやつとなんか噛み合いが良くて絶対にチャージしてくれるって仕様も、うん、ね、あるよ、いるようでいなかったキャラだと思う。うん、うん、まあただね、ギミック的性がなんかこの2つなんで、専用機だね、専用機感があるんでね、うん、でもモンスト専用機でいいのよ、うん、ぶっちゃけ、うん、それがなんか強いのが、うん、はい、ということでアルビアルファ、はいはい、よかった。じゃあ私はまあこれも結構最近っちゃ最近かな、金木剣だな。金剣来た。金剣ね、まあちょっとこれまた未開の話になるんですけど、今日未開の話多めだけど未開のね、持っててよかったってなるとね、水戸光圀がない状態であそこやんなきゃいけなくなったんです、この54。そうそうそう、うん、ってなった時に、うわぁ、水戸光圀触れにいないわってなって、うん、これいけんのかこれと思ったら、うん、めっちゃいけた意外と全属性いけるしそうだし、金木剣がもう強かったね、普通に。金木剣強かったね。はい、ということでやっぱね、20万浮きの男はやっぱり本当なんだよね、20万浮き。違うわ、ガチ20万浮きだよこいつ一体5万と換算するな限定を、属性限定本当に20万浮きの男だなってなって、うん、いや俺これマジ強かったわ。これ1.8で引けるんですよ、ピックアップで。すごいよね、やばいっすよ、強いわ普通に。天元6もやっぱり、うんうんうん、最強だし、うん、コスパキャラだったらナンバーワンなんじゃない。そうだね、最近ね使われてますかね、今言ったのに。いや、ルイでしょう、うん、あ、エンプレイラーも強かったね、うん、はいはいはい、いや、いいとこ未開54、うん、でも未開、拠点54と天元6なんですけど、これ多分深淵も入ってくるんじゃない、うん、まだ光が来てないから。ああ、そういうことか、うん、はいはいはい、もしかしたらなるほどね、まだ増えるって感じか、うんうん、いや、いいキャラですね。貫通でリクエクスいけてるしね、確かに、うん、いやこれ本当にお得なキャラだなと、得してるわ、思いますね、うん、はい、じゃあどうぞ。ちょっと古いところいきますかね、アーニャ。おー、あ、しかしそっち、アーニャどっちもなんですけど、どっちも強いんですけど、はい、
まあ、やっぱ特にこっちの方嬉しいっすね、うん、まあ、それこそまた2回54面2回54面ですね、タイガー桜井のダメオ転送貫通のなるんですけど、やっぱりこのバウンドチャージスピードアップ、この友情の組み合わせえぐい、えぐいです。あとはまあこの一応ね、あのステージでは意味ないですけれども、うん、ボーグダウンの、うん、SS とかもかなり貴重なものですし、なんかそのバフにさらに乗せられるみたいな、倍率なので、この掛け算も期待できるっていうところもありまして、まあやっぱサポート面でかなり強力だなと思いました。いや、アーニャね、お遊びで使うときかなりありますねやっぱそのね、やりたいことやらせてくれるよね。そう、うん、なんかちょうど SS もチャージできつつも、うん、スピードアップでサポートして、うん、さらになんかみたいな、うんうんうん、そのデバフみたいな、うん、チョレダス偉かったりとか、そう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 、まあ、こっちももちろん未開で使うんですけど、あの、こっちよりこっちの方がなんかやっぱ SS が強いかなって思ってますね。うん、ちょっと待って、なんか庭園なので遊んだわ、アーニャ。へー、一応いけるから入れていくことができるんだよ。なるほどね。そうそうそう、そういう遊びができたりとか、いいよな、こいつサポートとしては。うん、いや、いいキャラだな。はい、まあちょっとオタク寄りかもしれないけど、うん、オタク寄りかもしれない、うん、どうぞ。フルメから失礼しました。フルメいいっすか。はい、こいつ持っててよかったわ。テキーラアルファ。おお、まあ手の話になっちゃうけどね、はい、うん、反射枠最強はもうこいつで間違いないんで、天炎4ってなんかちょっとだるいっすよね一番むずいまである。増えてない。一番むずい。一番むずいまである。ないけど、うん、癒しステージ寄りだけど、個人的にはまあでもテキーラアルファいなかったらちょっと嫌だなーって思うかな。結局正宗連れてってゴールで動かす際にもやっぱ弾としての優秀さがちょっと際立ってるかな。ゲージないしね。そう、ゲージないの素晴らしいね。でなんかさ、こいつやっぱ短縮持ってるのやばいって、うん、これがやっぱね、暴れ SS がねすぐ打てる、まあまあ回せるかな、うん、低音では。なんでいろいろと偉いっすねこいつは。テキーラアルファは多分今まで出たテキーラアルファ進化過程で、うん、一番輝いてますね本当に。確かにもらわなかったもんね、そんなね、そんなもらわなかったんですよね、うん、この現象のテキーラアルファで次の、まあ、進化神々テキーラアルファ、重心化テキーラアルファは不遇を過ごして、うん、重心化回でしっかり低音来てくれて、やっと才能開花みたいなね感じになったからね。食べるよねキャラをね。これだいぶ食べましたよ、うん、だって2015年キャラなんで、9年あ9年つけられました。やっとね才能開花です。これモテてよかったですね。マジ、うん、やっぱアルファとかね弾けるとこないからなマジで、うん、よかったこれモステ。はい、じゃあ続きまして私はこれもなんかまあ最近のホットなやつですけど、ホットプルメリア。おー、プルメリアね。いや、プルメリアをまた使うことがあろうとはって感じた。プルメね、最強こいつ。はい、いやまあなんでしょうね、強いね。いやなんかやっぱそのやっぱ SS が特にやっぱり強いんですけど、うん、なんだろうね、なんでなんか使わないと思ったの、その日まで、うんうんうん、プルメリアも多分使わないだろうな、なんとか情報だしなって思ったけど、結果もうバリバリ2体編成してますから、はい、プルメリアがね本当いるかいないかで難易度は全然違うんじゃないかなという。限定で、はい、アレスターでね、まず限定で、うん、プルメリアはマジで優遇されてるというかさ、うん、もらえてるもんすげえよな、うん、友情がやっぱいいですね。パワーフィネ、うん、攻防アップもそうか、もう生まれ持ってのその才能というかもうこう結構さずっと強いよねプルメリアって。あ、ずっと強い。なんかこの間もらってたよ、もうこれが強かったよね。もう
そっからだってもうシュリンガーラとかだったもんね。うん、ニエンナとかでもね、こうやって。そうか、レクイエムをもらってたのがダメワープだったから。いや、すごいよ、プルメイヤーは。高難易度キラーとして活躍してきてる。中でまた使える。高難易度っつったらこいつなのかもね、なんか。うん。やっぱり一応工場で。で、まあ、その、まあ、アレスターでも、その、良かったね、その SS が使える SS で良かったね。そうですね。なんかあれが感謝と貫通弱だったりしたら終わってるからなんですよ。そうですね。確かに。そう。だからそういう意味でもなんか本当にねもらってんなと。なんかどんな強いやつが出てきてもプルメリアはなんか抜かない気がする、うん、アレスターでは、うん、そう、現状の安定感をもたらすもの。足速いのもいいですよね。そうですね、シエム、だシエム本当思ったより伸びるしね、感じるもんね、なんかシンプル800キロだもんね今いところ800キロで動くやつおる、常になかなかいないですよね、うん、そうですね、ね、マイキーとかね、コマッシュがその辺になってきちゃうよね。はい、すごいよね。唯一はもうだから花の精の宿命のあの飛行っていうだけで。そうですね。プルメリアこんなに目立ってるのにアルファはないっすね。確かにね。プラル全然出てる。そのうち出てきそうな気がするね。ここまでなんか大活躍してると、うん、アルファまで見えてきたか。うん、楽しみですね。はい。うん、はい。ちょっと限定はなく、あ、そうですね、期間限定じゃないんですけど、シャーロック・ホームズ、これね、いまだに上位点てか出ないだろうな。いや、これはね、うん、おふざけキャラですノリで作ったでしょ、これノリっすね。なんかちょっとやっぱ一回りも二回りもこの当時としてはもらってるもんがちょっとオーバーパワーすぎて、うんうんうん、そうね、オーパーツですよね、これはね。これオーパーツいや、結構シャーロックを超えるの難しいんじゃないかな。いや、だって本当にシャーロックでええやんってなったもんね。いや、なっちゃう、うん、だから被害者無惨、うん、やりすぎ代表なのかな、うん、強すぎてもらわんだろうね、ほぼ、うん、結構そのやっぱ基準、うん、基準を大幅にちょっとはみ出した。いや、すごいね、こいつだけスキルポイント間違えちゃってる。そうですね、普通100で作るところをなんか180ぐらいで作る。あ、いや、マジでそんな、うん、なんかコストオーバーしてるよ。いや、200いってるかもしれないなんか、うん、わけわからんのよ。うん、ですね、コストオーバーしてるキャラですね、本当に、うん、はい、まあ、もう2年ぐらい経つんですかね、シャーロックってね、と思うんですけれども、いまだにやっぱこう、これがだからその、結局、まあ、ヤクモとかそれぐらいのパワーがある。うん確かになんかパッと見役っぽいよね新春かなって、確かにキャラだと思います。妥協のない性能してる、なんかいじるとこないっすね。そうどこも文句ないもんこいつなんか抑えるやろみたいなところが何も抑えられてない、何も抑えられてないだからなんか、うん、どう小学生が考えたみたいなマジで、うん、いや、マジでそう妄想キャラなんだよ。あ、まあ、行かれてるよね。まあ、ですね。これは持っててよかったですね、本当に。楽しいよね、使ってて、こいつやっぱりこんだけ強いと。一段階目が強いんだもん、だって SS。ねえ、本当に。止まらん、そっから。うん、はい。はい。こいつだけは、上げさせてください。ブルーローズ&ゴールデンライアンこいつだけは上げさせてください。言うよね。いや、もうだからこいつ強いんだってマジで。うんうんうん、もういいっす、もうほんと何回も出してるんでね。ほんとだよ。で、割合 45% とリターン遅延、それが壁 SS3 短縮で回してしまう。もうこいつ超える割合キャラは今後出ないと思います、うん、正直。モンスト界最強のストライクショットの持ち主。うん。で、ギミックダメージ受け全体用で、うん、もう本当こいつ超えてないっす。もう今の感情見てるとね、うん、モンストの。だって定演8入れてたんでしょ、今回。今回定演8でなんかパチンコ割合ゲーミングしましたね。定演8にも連れていけると。いけるね。3もいける。無理やり。うん、すごいじゃん。
そんなキャラいないよ、他に。そんな、いないよ、カッパレベルだよ。まあ、カッパの方がやばいけど、うんうん、だからそういうことよ、うん、こいつなんか割合の答えなんですわ、うん、まあ、なんで、こいつは引いといてよかったっすね、うん、助かってます。結構じゃん、長い期間で、ね、こいつ長いよ、まあ、別になんか、でもつけとき期間の方がなかったよ、そこまでのこういう難易度が来てない時とか。ああ、はい、うん、まあ、でも俺なんか試練6でもなんかちょろっと見た気がする。カルニベ使ってたんでしょ。カルニベ使いましたね。カルニベもそうだね、強いね。うん、そうだね。そうだから、まあ行けて、まあ別に連れてっても知らないなってところだったら別に一応連れてっていいのよ、うんうん、で仕分けるのよ、うん、まあちょっと最強かな、正直。はいはい、引いててよかった。なるほどね。はい、じゃあ我々でもたまにねかも。どうすか。そう、結構今回ハードル高めに設定したから俺も結構高めっすね。はい、じゃあ工場、はいはい、僕伝。あ、結構最新のやつ。僕伝持ってないやつおる。僕伝、いや、ブルーローズいればいらないっす。はい、まあ工場の中でもやっぱかなりパワー抜けてるというか、まあいけるクエストがね、天元8というところで、やっぱ欲しい、やっぱ欲しいですね、やっぱ欲しい。僕ね、やっぱ欲しい。普通にやるんだったら絶対欲しい。うん、なんかやっぱ結局そのシャルルマーニエの方が強いやろとずっと思ってたんですけど、その出た時はね、うん、うん、なんか普通にやっぱシャルルマーニエと食べはれるぐらいの、強さしておりました。まあやっぱ4ターン遅延えぐいっすね。うん、なんかまあ2体編成したらなんか普通に2回打てるみたいなことがあるんで、うん、うん、めっちゃ強いです。めっちゃ強いです。めっちゃ強いです。弾けてよかったです、この人は、うんうん、なんかまあ偶然出たんですけどね、うん、なんかその、まあ、確定パック買ったら僕ね、まあ、そう3分の1弾けて、うん、なんかそう白さんに煽られて弾いたんですけど、うんうん、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。まだいますか。うん、前コンベンションかな。はい、全部あげたくなっちゃうね。まあね、もう俺あと書いてるのはもう当たり前のその鳥獣限定とかばっかだから、はい、そんなもんかな。まあやっぱ多いよね、やっぱりその使えてなんか弾けててよかったなっていうのは。うんうんうん、それはもう強いキャラいっぱいいるんで。そうですね、みんな強いですけどね、うん、中でも強いですけど、中でもね、やっぱりとりわけそう、やっぱハードル下げすぎるともう全部言うことになるんで、ちょっと高めに設定したけど。全然リムルとか、うん、そういうのとかはポンポン出てくるな。うん、うん、そうそう、マイキーとかもそうそう、ちょっとハードル高めに設定したんで、うん、あれですけど、うん、はい、全然言いますもんね、アムロとか。いや、そうだね、うん、思ってないから、うん、あ、いや言えないつも。キロヤマトとか、うん、そういいじゃないですか。ニュートンアルファーとか、そう、ニュートンアルファーとかいっぱいいるからね。うんうんうん、はい、そうですね、うん、大体は人出てよかったじゃないですか、そりゃ。ああ、プルケもいた。プルケね、プルケは実際良かった。実際プルケ強い。プルケは実際強かった。うん、今チラッと見えたんで、うん、ゾウ、エースとかね。ああ、確かにね、ね。いや、そうだよな。いや、やっぱ粒揃いですね、こうしてね、眺めてみるとね、いろいろな、ね、粒がね、まあ、ありますね。はちゃんといろんなキャラ使い入れてく連れていけるからいいよ。うんうんうん、そうだね、やっぱギミック優秀だよ。いや、そうで、まあさっきの話で言うとやっぱあのね、見返りがやっぱね思った以上に難しくなってるから、うんうん、そこで持ってた時にマジホッとすんのよ。なんかこれいけるんだってなるから。いや、見返りの51以上はちょっと想像超えすぎっす。いや、ほんとやばいんだってこれ。ヤバコンテンツにしてきてんだな。モンストニュースでもしっかり毎回のように今回も難しいみたいですねって言ってる。なんかいつの間にか言うようになったの。言うようになったから。たまに言ってほしい。いや、でも今回簡単らしいですよ。それ言って、たまには言ってほしいね。でも結局10個もあるからさ、なんかふって軽くなってもさ、別になんか大した羽になんねん。で、昔休憩ステージあったじゃん、反撃だけでクリアできるとかさ。あったね、あったね。ね、俺はもうこんな突撃すればいい。そう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 。もうなんかさ、あの全部行った後の何やろうかな、で何もやりたくないんだよ、もうなんか。そう、
それぐらいむずくなってるからね、ありがたみ感じちゃうんだよ。はい、というわけなんですけどね。素晴らしい。はい、はい、ということで以上になります。はい、我々のメンバーシップもねやっておりますのでね、ぜひそっちもね見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ次回お会いしましょう。バイバイ。